つぶやくように言うなよ。ツイッターお前ほんとツイッターだよね。お前やったやんの、やったやんツイッター。全然やってない。俺やっと始めたんだけど。どうなの、楽しい。いやね、面白い。お前多分向いてると思う。一回であんまりついてくるでしょ。すべて豚つかんでたね。トモ、トモもう食えないの。お腹いっぱいだし。だけだよ。今めっちゃ飢えてるわ。いろんなものに。どうしたの、髭伸ばしてんの。ね、え、最初ね、ホームレスかと思ったんですよ。なんでヒゲ生やしたの。とりあえず、いや、なんか、どうなるかなって。あ、チェンジ。どんぐらい乗るか、長い時にヒゲ生やした方がいいって話した。そう、俺は言ったんで。だからワイルド系のが絶対似合うから。絶対ワイルド系のもいいと思うんだよね。髪型変えた方がいい。髪型変えた方がいいね。どうでしょ、パーマかけてる。あ、パーマ。あ、ありありかもしれない。待ってるから。全部決めてるの。コウキは天然パーマだよ。まあまで短くさ。いや、それね、じゃ一回2ブロックをしてみたら。今逆2ブロックで今。あー、やばい、やばいね。なんか改名したって言ったらいいんじゃないですか、名前を。なに、ちょっと、ツボなの。あおいちゃんツボなの。謎の男、ツボなの。ツボかもしれん。ずっと笑ってるもんね。気持ちよさそうだけど。ワクワクはないけど楽しい。乾杯。はい、はい、もうちょっと、もうちょっと。な、何が見える見える。パンツ見えた。白だ、白だった。最悪。見えた見えた。これ高い。馬刺し、ニンニク醤油、馬刺し、クリーム、馬刺し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 、ぼんじりのチリチリ揚げって何。チリチリ。東の九州系、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 無理。え、どんな人がいいんですか。ちゃんと特急に外側、内側、全部オールマイティか。好きな芸能人。あー、わかりやすい、わかりやすいね。ヘミエミリー、ヘミエミリー、ヘミエミリーだ。ヘミエミリーだ、すげー好き。他は、あ、なんだ、それから入る。はい、加藤夏希。ジャンル全然違う。全然違うじゃん。バラバラだから、別に誰もいいね。誰もよくはない。笑いのツボだった。ああ、そうだった。いや、なんか一緒に楽しいだろうなって、なんかちょっとしたことで笑う。自分の笑いのツボはどこにあるの。どこだろうな、俺。下ネタ。僕の好みではない。刺さらなかったみたいですね。どっちかって言ったら左の方が好み。あおいちゃん、あおいちゃん、ほらほら、おいちゃん、おいちゃん、おいちゃん、狙われるよ、狙われるよ。おいちゃん動揺しないで。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 超動揺。さっき褒められたから。勝手になんか女がいるからさ、常にいないよ。こうやってなんか予定あるじゃん。なんか予定があるからっていう。
ことは常にあるからさ。そうですね。俺が紹介した時に今月ゼロあるんだ。常になんか女の返事待ちみたいなさ。今月ゼロ、4月だな。昨日もね、それでやまだ女の子もあれに多いね。友達呼びですね。俺は理想が高いんですか。違う、前が選ぶんじゃない。妥協してもらう。俺は妥協してもらう。あ、それウェブで見ました。ウェブ、ウェブな、その言い方。地元の立ち丸の前、3人目が生まれて、おもちゃ何歳欲しい。双子が生まれればいい。双子、俺の母ちゃんが双子だ。ごめん、どうでもいいから、ラジオのように流してもらって。隠せいいで、隠せいいで。もう一つ、これはもうまで仲悪すぎて。そう、別になんか、そうですよね。え、痛くないの。いや、経験なんかよ。で、久々に飲みに行こうよって話になって行ったの。エド版的な。エド版だった。話がえぐいもん。リアル。もうここでそれを出すかっていうネタを出してくれ。こんなもんだっけ、男女関係。一日の中での予定を決めてっていう。まあ、そう、なんかそういうふうにちょっとダークな部分が今だったんじゃないかな。どういう時使うのかなみたいな感じで考えて。大きくなぜか改めて言われる。